つけ出せってか。文句言わないの。行くよ。文句なんか言ってないじゃん。絶対俺が見つけてやるぞ、マルマロ。ジーロなんかに負けてたまるか。どうしてすぐに勝ったの負けたのを大騒ぎするかな、シュウは。この森、最後のガボの葉を求める醜い魂め。違うんだ、みんなを助けるのにいるんだ。皆欲を捨てきれない。何でも欲しがり、何でも自分のものに従うのだ。そう、私たちのように。みんな戻ろう。どうだ父ちゃん母ちゃん、なんか変わったか、楽になったか。焦るなよマルマロ。結果が出るのはこれを飲んで一晩ぐっすり眠ってからだってグルックが言ってたじゃないか。大丈夫、安心して。かよ、今のクリーンヒットだったぞ。クロック、ジーロ、クルック、明日の分の薬湯用意できたよ。ありがとう。小さい頃から医者になるのが夢だったけど、初めて患者さんを持ったにしてはちょっと数が多かったわね。うん、確かに。でもよかった、みんなよく眠ってる。クルックはよく眠れないみたいだけど。ジーロだって眠れないんでしょ。僕はクルックが起きたから、その心配で。ありがとう。本当はね、すっごく怖いの。怖い？朝が来るのがね。薬が効いたかどうか分かるからだね。うん。パパがあの手当てをしたのは、私がまだ8歳くらいの時だったかな。だから、もし私の記憶違いだったらって思うと。大丈夫だよ。マルマロに絶対だなって言われた時、絶対じゃなかったらって。だって今この村の人たちの命を預かってるのは私なんだって気がついたら怖い、眠れないのよ。でも少し眠らないと、明日みんなが治った時のケアもあるだろうし。優しいね、ジーロは。心配してるんだよ、これでもさ。ありがとう。クルック、いつも一人で頑張ってるから。例えばさ、泣きたいときは
みんなの前で泣いてもいいんだから。そしたら僕だって。そうだよね。時々一人で泣いてるって。え？シュウが言ってた。知ってたんだ。涙は悲しみを洗い流してくれるものだから、どんどん泣いていいんだよ。ジイロ、ありがとう。わしゃ子供の一人や二人、また増やせそうなエネルギーに満ち満ちておるわい。にょほー、父ちゃん入ると、おっ、者ども踊れ、デビー族喜びの踊り。この噴水の底から引き上げたんだよ。噴水から？ねえ、よく見なよ、まるまろ。この壺と、まるまろがあのじいさんからもらった穴掘り機械、同じマークがついてるよ。え？やっぱり、村の病気はネネが仕掛けたということだよね。あんもやろう。許せない。まるまろ、あとは俺たちがやる。うん。俺たちも、俺たちの村のためにあいつをやっつけなくちゃいけないんだ。まろも一緒に行く。え？あなたのパパとママは元気になったのよ。それでいいじゃない。家族みんなが一緒にいられるって。どんなに素敵なことか。今度はマロがお前らを助ける番だ。連れてってくれ。マロだって自分たちばっかり助かって、よかったよかったじゃスカッとしない。よし、わかった。で、どこ行くんだ？村に戻ろう。そうだな。ネネのことをみんなに話して、これからどうやってジザメと戦うか作戦を練らなくちゃ。まるまる、タタの村へはどうやったら戻れるかわかる？わかるわかる。グル山脈を抜けていくのがいい。グル山脈を抜けるのか。確かにタタの村に帰るのにはそれしかないな。この踊りを覚えていきなさい。ほ、は、ほ、え、は
うじゃそうじゃ、まるまる覚えたか。これがグル山脈を塞ぐ石碑をどかす呪文の踊りじゃ。覚えた。よし、皆さん、あそこは危険な場所です。どうか気をつけて。戻ってきたな。ずいぶん離れてた気がするね。みんな大丈夫かな。行ってみればわかる。見て。静かだな。これが地ざめってやつの仕業なのか。シュウ、ジーロ、クルックへ。もしこの手紙を見ることができたなら安心してほしい。わしらはみんな無事だ。ただこれ以上村には住めないので、よその土地に移るだけだ。お前たちが地ザメに連れて行かれた後も、地ザメは毎日のように襲ってきて、村は見た通りのありさまになってしまった。そこでわしらは思い切ってジブラルの城下町へ移ることにした。ジブラルまではいささか遠いし、危険な道もあるが、ここで地ザメに怯えて暮らすよりはどんなにかいいとみんなで決めたのだ。海沿いの道を行くから、手紙を見たらお前たちもジブラルへ来てほしい。みんなお前たちの無事を祈っている。フーシラ。ジブラルか。マロそこ知らない。遠いのか。海沿いのルートだとしたら3日はかかるね。だけどみんな無事だったんだ。ほっとしたよ。安心はできないぜ。村中みんなで移動したってことは、小さな子供、赤ん坊もいたよな。ランドンさんとこ、こないだ女の子が生まれたばっかりだもんね。まだ一月経ってないでしょ。3日じゃつかないかもしれないね。だったらグズグズしてられない。ああ、すぐ追いかけなきゃ。村のみんながモンスターに襲われてたら大変だ。待った。なんで。急ぐなら壁画谷のルートを使おう。あそこかよ。村のみんなが海沿いの道を選んだのは、きっと壁画谷を通りたくなかったからだと思うんだ。壁画谷の壁画は生きてるんだ。旅人を襲って食べてしまうと言われてる。私も見たことはないけど、旅の商人はよくそう言ってるわよね。行こう。ここでグダグダ考えてたって始まんないぜ。ジブラルへの道だ。降りてみよう。先回りできてたらいいんだけど。どうしたの？人が通った跡がないんだ。じゃあまだじいちゃんたちここまで来てないのか。多分ジブラルに行くとしたらこの道しかないと思うんだけど。もし間違ってたら。嫌なこと言わないでよ。どうしよう。村の方へ向かえば合流できるかもしれないよ。うん、じいちゃんたちを探さなきゃ。どんな顔。いいからお前はついてこい。はい、来た。あ、村のみんなだ。ん、様子が変だよ。あれ、モンスターじゃない。
シュウ。おお、なんだありゃ。俺が相手だ。かかってこい。ジーロ、ジーロ、お前その影。大丈夫だよ、心配しないで。みんな行くぞ。はい、来た。まだ来るぞ。やっぱりびっくりするよね、じいちゃん。お前なんだね。うん、よう帰ってきた。うん。で、こいつがマルマロ、デビー族なんだ。こいつもネネとは因縁があってさ。おいマルマロ、みんなに挨拶しろよ。はあ、デビー族、挨拶の踊り。おお、よしよし。あ、じゃあ、まるまる、びっくりさせちゃったじゃない。あ、ごめん。デビー族、ごめんの踊り。これのことか。うん、母さんも。これはね、ジーロがジザメと一緒に土の中に消えた後にね。はじめは母さんがな、爪が折れても掘って掘って掘り続けてな、お前が生き埋めになった、出してやるんだって言ってな。みんなやめろって止めるんだけど聞かなかったんだって。全然覚えてないの。俺もすぐにシャベルを持ってきたんだが、力入れすぎてぼっきり折れる始末でな。こりゃダメだってんで。心配かけてごめん。生きててくれたからそれでいい。もう危ないことをやめて。そうはいかない。僕、やらなきゃいけないことがあるんだ。ジーロ、頑張れ。お前ならできる。そろそろ寝るか。そうですね。明日また早いし。ジブラルまでもう一息じゃ。守られるしかないのはちと情けないがの。大丈夫だよじいちゃん、俺たちでみんなを守る。だんだん魔法の使い方慣れてきたからさ。ほら、さっきはただただびっくりしたが、こりゃまったくすごいわい。多すぎる、完全に囲まれた。ダメだよシュウ、ここまでだよ。マルマロ、お前諦めんの早すぎ。突破口を作ろう。村のみんなを逃がすことが先決だよ。私たちで踊りになるしかないわ。じいちゃん、俺たちが食い止めてる間に行ってくれ。分かったと言いたいところだがな、シュウ。とてもじゃないが逃げきれんよ。じいちゃんまで、そんなこと言ってたら本当に負けちゃうよ。やる、や
打ったらやるんだ。みんなが諦めたってだけは絶対負けねえ。ジブラル16世助太刀をいたす。そなたたちいずれより参る。タタの村よ。僕たちジブラルに向かっているところなんです。さようか。さねば村の衆を馬車に移す。我が軍が守るジブラルまで堂々しようぞ。馬車をこれ。そなたたちもさあ。俺たちを戦うよ。お前たちも影を使えるのか。お前たちもって。陛下、村人たちの先導を。しんがりは私が。よし、頼むぞ、ゾロ。は、俺たちも。あ、一緒にやるよ。ジブラル王騎下、牽制師団長ゾラだ。いざ、参るぞ。うわあ、あんたも、魔法が使えたのか。グズグズするな。さあ、お前たちも。なんだよ、まるまろ。陛下、お早く。おう、出立。行くぞ、共に魔法を持つ者たち。おう。ジブラルだ。なんとか無事に着いたな。やったね。ああ。よかった。誰も犠牲にならなくて。そうだな。ジブラル王のおかげだね。マロ、ゾラ様と呼ぶ。ゾラ様。ねえねえねえ、ゾラ様。ああ、まあそれはいいが。あいつ変だよな。ゾラの影はコウモリに変異するだろ。デビー族にはコウモリみたいな悪魔を思わせるものはとっても魅力的に映るって聞いたことがあるよ。それもあるんだろうけど、ゾラにハマったって感じね。かっこいいもの。お前たち、大したものだな。あんたも。しばし休息を取るといい。